はい、吉田隆の教え方チャンネルです。えー、今日は2年生の国語サツマイモの育て方についてお話をします。はい、この文章の違いを読み取るという教材は2年生から始まって6年生まであります。えー、6年生では SNS への投稿の文章の違いを読み取ろうという風になっています。まあ、この全体の流れを見ると、もうこのねネット全盛時代、たくさんの情報が。 あるいはね正しいものかあるいはね間違ったものかを判断する目を養おうというような意図があるんだと思いますねそういう点で似ているんだけどもちょっと違う文章の違いを見つけようというのがここの狙いになるかと思いますははいそれではですねの育て方 とということで2つの文章がありますので、まずここの音読をしっかり指したいと思いますね。えー、その上で、1の文の伝えたいことは何ですかこれはさつまいものを座って方ですよね。2の文の伝えたいことは何ですかこれもさつまいものを座って方ですよね。同じ目的、あるいは同じ狙いだね。ということを確認して、どちらの文が詳しいですかというふうに聞いてみたいと思います。まあ、2年生ですのでね、多分ね、1の文章の方が長いですから。 えー、詳しいっていいとう風に言ってくると思いますねそこでですね何て言んですかねあの詳しく書くところが2つ違うんですよねそこを見つけさせてとで1の文は「うねうねですね「うねについてどのように書いてありますか線を引きなさいとまた2の文は「ねについてどのように書いてありますか線を引きなさいとこうさせるともう違いがねはっきり分かりますよね「うねについてはどちらが詳しく書いてありますかこれは2の文ですよね でそこでですね2の文の方が詳しく書いてあることは他にはありませんかと聞いていけばまあ 良い苗を選ぶだとかね肥料のやりすぎやり方については、えー、詳しく書いてあるってうことが分かってくるわけですよねですから目的が若干違いますからそれによって詳しく書くところが違いということを押さえて、えー、そこでもう一度1に戻って1の分に詳しく書いてあることはどんなことですかこれちょっち若干抽象的ですのでね色々な答え方があると思うんですがまあ、さつまいもの育 ていく様子が書いてある。つまり描写がかなり多いわけなんですよね。えー、そこでこれはですね、えー、2年生ですので、先生が中心になってね。じゃあ、5月のさつまいもはどんなのかなと。梅雨の時はどうかな？な 夏の終わりはどうかな、そして秋はどうかなというふうに聞きながら、まあ、短い文章でまとめていくという作業をさしたいと思います。まあこれで2つの、ね、文の違いがおおよそ読み取れたと思いますんで、えー、思いますので、1の文のいいところはどこですかと聞いて考えを発表させる。 2の分のいいところはどこですかということを聞いて発表させる、えー、特に2の分はね、えー、あ込み出しといいますかね、えー、見出しがついてますよねこの見出しの指導もりここで取り上げるといいと思いますはい、ご視聴ありがとうございましたこの動画が役に立ったという方ぜひチャンネル登録お願いします